今日はですね、石丸伸二先生が、また裁判、負けたっていうか、まあ、受け付けてもらえませんでした。最高裁で。なんでもう確定です。最高裁に最後上告かましてたんですけれども、ポスター代を払えっていう裁判の最高裁は開かれずに却下です。おめでとうございます。ってことで、払ってください。払ってください。ポスター代ぐらい。負けにカウントするかどうかわかんないですけど、そもそも最高裁では話してもらえません。払ってください。7月5日に確定してるのに8日に報道してる。報道してください。最終日から2番目か。そういうとこやぞっていう。まあ、世の中的にはね、石丸伸二は、東京を変えてくれるかもしれないみたいな。わけわかんねえ、アホみたいな期待してた、ボンクラどもが、150万人ぐらいいたんだろ？やべえな。やばい、めっちゃ、情弱しかいない。まあでも、裁判が弱いというよりは、非常識なんだよな。こんなんさ、だって、負けるに決まってるだって。金は払えっていう、なるに決まってるだって。しかも、なんかこう、微妙ですね、とかじゃないの。単純に、それ払うだろ、普通に。なんでポスター代が35万っていう認識でしたみたいな。そんな認識のやついねえだろ、普通に。真剣勝負でね、こうね、切ったら、相手姉妹も持ってなかったみたいね。ただ、あれは、もっぺんあの場にいても同じふうにやっちゃうんです。それは、女子供に容赦をするっていうのは優しさじゃないと思ってる。まあ、もうちょっと優しく言ってあげればよかったな。もっとポンポンってやってあげる感じが。でも、それでも失礼ですよね。やっぱりそれ失礼じゃないですか。ね、相手もプロとしてね、あの場にいらっしゃるんだったら。頭、ポンポンして。はい、はい。キラキラキラ。